どうも、しゅんです。本日は、実力調査、センター数学チャレンジということで、ただいま31歳高卒による東大受験チャレンジ、モダゴン桜という企画をやっておりまして、僕の受験生活に密着しています。東京大学文系での挑戦です。さあ、本日はですね、センター数学チャレンジということで、これまあ結構恒例で、もう何本かやっているんですけれども、まあ、定期的にね、実力が今どんな状態なのかをチェックするために、まあ、共通テスト、センター試験を解いていくということで、まあ、今のところはセンターしかやってないんですけれども、まあ、というのも、ちなみに前回のね、センター数学チャレンジで、まあ、もう、時代は共通テストなので、まあ、センター数学チャレンジは、まあ、最後になりますみたいなことを言ってたんですけど、結局センター数学チャレンジになりまして、これなんでかっていうと、共通テストが、思ったより少なかったっていう年度数がね、まだ結構数年ぐらいしか、なかったので、これ結局共通テスト縛りにしちゃうと結構あっという間に終わっちゃうなっていうのもあるので、まあセンター数学結構ね、まあ、たくさん問題があるので、そっちをもうちょっと掘っていこうということになりました。でですね、本日やっていくのはセンター数学2016年の 2B ですね。まあね、このセンター数学チャレンジ 2B ばっかりやってるんですけど、この理由っていうのも、まあ、2B の方がやっぱり、まあ、共通テストね、今年から新課程で 2BC まであるということなんですけれども、まあね、このね 2B 系の方がこう結構努力が点数に結びつきやすいのかなというところがありまして、やっぱ 1A の方がね、結構やっぱセンスが問われる部分だったりとか、そういう要素がかなり多いので、まずはこうしっかりと努力で点数が取りやすい 2B、まあ 2BC の方を、しっかりと上げていきたいというところで、今のところは、この 2B の方でひたすら調査しているというような感じですね。でも今日やる、2016年の 2B っていうのはですね、平均点が 47.92 ですね。47.92 の点の、年になっておりまして、まあほぼ例年並みで、まあ若干ほんのわずかに低いかなぐらいな感じで、まあほぼ例年並みと思っていいかなと思います。だいたい僕が見た感じだと50点ちょっとぐらいがだいたい 2B の平均点で、まあすごく優しい年だと平均点が60点ぐらいいって、まあ、とんでもなくむずい年だと30点台の年もあるみたいな感じで、これ 47.92、 まあほぼ48点ですよね。48点は本当に若干むずいかなみたいな、ほんのわずかに例年よりは難しいけど、まあほぼ例年並みみたいなテンションかなというふうに思います。まあ、なので前回の記録がですね、平均点が多分53点とか4点ぐらいの、本当にもうジャスト例年並みぐらいのやつを解いて89点だったんですね。ここがマックスなんで、まあ今回、やっぱ9割いきたいなという気持ちと、まあ、ただやっぱり8割は切ったらまずいぞという、気持ちで、いってますね。なのでまあ目指せ9割超え、そして取るな8割ギリっていう、そんな感じのテンションでしょうか。まあさあどうなっていくのかやっていきましょう。さあバトルフィールドにやってまいりました。やっていきたいと思います。ここで時間が見れます。もう嫌な時間ですね。この夜の21時6分から今からセンター数学を解くっていうね嫌な時間ですけども、で僕はですね、この時計こっからだと見えないので、このタイム、ウォッチですね、タイムウォッチなんつうんですか、このストップウォッチなんつうんだ、このタイマーだ、タイマーを使ってやっていきたいと思います。センター数学は60分になるので、これですね、60分、これで僕は見ていきたいと思います。さあやっていきますか。問題はここにございます。まだ、裏返しの状態ですね。でまあこれタイムラプスでやっていくので、まあこの時間がバーっとこう過ぎていって、あっという間に60分経つというような感じです。ではやっていきます。はい、終わりました。恒例の丸付けタイムいきたいと思います。ちょっとね、死にましたね、これは。第4問まであるんですけど、第3問のね、数列が、いや、ちょっと信じらんないですね。数列が、もう、まあ、これ見てもあれか。この、まあ、あいうえって埋めていくんですけど、もうこの、このカッコ1のこのあいうえだけ埋めて、こっから先が一個もわからんっていう事態が起きたんで、多分これ4点くらいですね、この部分。信じらんないな。もうここがもうわかんなかったんですね。ここの一番最初埋めて、ここがもうわからんと。いうことなんていろいろごちゃごちゃ考えたんですけどね。もうそんな考えるしかないんでね。時間との戦いで。しかもベクトルの計算が重すぎて。これ後で戻ってこようと思ったんですけども、無理でしたね。
ちょっとこれはやばいかも。いや、しかも微積も最後は最後の方分かんなかったから結構落ちちゃってる気がするんだよね。いや、これも80切らないようにとか、なんか90点目標にとか言ってたけど、これよくて70点台ですね。いや、マジでちょっと信じらんないんだけど、いきます。はい。いや、だからちょっと落とせない戦いになってる感じはありますけどね。数列そんなことなったことないんだけど、はい、採点終わりました。今回僕が解いたのがセンター数学 2B2016 年のもので、平均点が 47.92 点、ほぼ48点ですね、のテストでございました。8割を切らないことを目標に、そして前回89点を取れたので9割を目指していた僕の結果は70点でした。ちょっとびっくり、70点でしたね。これはちょっとショックでしたね。いやー、取っちゃいましたね。80点下回んないようにって言ってて、もうほぼもう60点台ですよ、これも。ちょっとびっくりしました。各、大問の内訳、見ていきましょう。まず、大問が4つあるんですね。で、30点、30点、20点、20点という感じで合計100点なんですけれども、第1問が30点中30点。これ満点なんですね。めっちゃいいペースですよ。これほんと8割、9割の人のペースなんですけれども、これは無事に行きましたね。ちょっと計算ミスがめっちゃ怖かったんですけど、ああ、よかったという感じでございました。まあ、ちょっとね、一部勘の部分が、あったんですけど、まあ、なんかこんな感じだろうなっていうのが合ってたっていうような感じですね。ちょっと回答後で見直そうと思います。一個だけちょっと勘で書いたところがありましたね。そして第2問が30点中20点。これがちょっとね、10点落としちゃうともう一気に90点台とか怪しくなってくるんで、多分90点台取るんだとしたら、まあ本当に各大問最後の1個とかがポロポロ落ちちゃうみたいな、感じでいかないといけないんで、もうここで10点落ちちゃった時点でもうほぼアウトっていう感じなんですけど、10点落としちゃいましたね。で、これは時間なかったとかじゃなくてシンプルに分かんなかったっすね。多分めっちゃ時間かければ冷静に処理できたんじゃないかなとか思うんですけども、まあ後で振り返っていきましょう。で、問3番。これが20点中4点。ここです。これですね。まあそのまま行くと、第4問が20点中16点。まあまあ。だからもうこの感じでいかなきゃいけないんですよね。この20点中16点みたいな、このテンションで行っていかないと、満点とか、まあ満点とか90点台。レベルはまあ取れないんでね。どっか1個でもミスったら終わりっていうのがまあ、あれなんで、まあちゃんとミスっちゃったっていう、もう実力不足ですね。いや、これもう完全に実力不足だったなと思いますね。このミスの仕方というか、まあミスじゃないんですけど、わかんなかったんですけど、この点数の落とし方っていうのは。まあその大きく点数を落としてしまったところだけを振り返っていくと、まあ第2問が微分積分のところになるんですね。で、最後の方がもう全然埋まんなくて、マイナス10点みたいな感じだったんですけど、これは多分そのもう図が描けなくて、図がどうなるかっていうのがちょっとあんまイメージできなくてもうちょっとつっても多分あと本当に10分20分ぐらい時間かけないと無理なんですけど、かければ多分図が見えて、ああこうすればいいじゃんっていうのが分かると思うんですけど、そこが描けなくて取れなかったっていうような感じですね。で、まあ、答え合わせしてる時にちらっと答え見たんですけど、やっぱ似たような図は描いてるんですけど、なんかちょっとやっぱ違くて、そこがうまくいかなかった要因っていう感じですね。いやー怖いね、このパターンめっちゃ怖いな本当に。やっぱり訓練が足りてないんでしょうね。で、まあ一番大きく失点しちゃった20点中4点のところ、これ数列っていう範囲なんですけど、いや、数列得意なはずなんですよ。だからちょっとびっくりしちゃって、まあ結構、それこそ、まあ今までのセンター数学チャレンジだったりとか、あとまあ自分で勉強してる時とかも、まあ、数列はね、結構、まあまあ理解深まってきたなみたいな感じだったんですけど、ここで突きつけられるっていうね、あ、まだまだですね、と。いうことなんですね。これ本当にひどくて、マジで、カッコ1の2個だけ、本当なんか数字をなんか代入していけば埋めれるみたいな、一番しょうもないところだけ点取って、
そっから本格的なところが全く取れなかったっていう感じですね。これはえぐかったな。まあ、群数列っていういわゆるやつなんですけど、群数列はちょっとやっぱ苦手意識はあったんですよ。まあ群数列かやばいかもと思ったんですけど、本当にちゃんとやばかったっていう。まあ苦手とかあんま好きじゃないとはいえ、まあ、まあ処理の仕方みたいな定石は抑えてるはずだったんですけど、ちょっとねやっぱり抑えたはずだった、要するに抑えてるつもりになってるってことが分かりましたね。これちょっと多分回答ちゃんと見なきゃ分かんない気がすんな。なんでなんだろうな。なんか惜しいとこまでは行ってる感じはあるんですよ。なんかもうちょっとだなみたいな感じはあったんですけど、最後まで詰め切れなくて、で多分このまあカッコ1カッコ2ってあるんですけど、このカッコ2の最初が埋まればそっからは結構うまく流れに乗れそうな感じ の、 その一番重要な部分ですね。これを使ってこっからやっていくっていう、そこの式が埋まらなくて詰んだっていう感じでね、いやーショックですね。でも僕ベクトルがまあ実は苦手で、今ベクトルの勉強を結構中心にやってるんですけど、なのでベクトルのところはちゃんとしっかりとした点数が取れてよかったなと思いますね。20分の16なんで、まあ8割という感じで。ただまあこれもその数列に戻ったんですよね。まあ、それこそ16点ぐらいの得点になったところで、まあ、このまま行くのか数列に戻るかちょっと考えて、まあ、数列戻ろうかと思って、ちょっと困ると数列の点数がマジでやばいと思って、数列に戻ったらまあもうちょっとで行けそうって糸口があったんで、戻ったら解けるかと思ったら全然結局解けずに終わっちゃってっていう感じで、ベクトルは多分このまま行ってればプラス4点は取れたんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、この4点取るのか、まあ、数列でプラ10ぐらいを取るのかで10を狙いに行って0になっちゃったっていうパターンで、いやーなるほどね。いややっぱりまだまだだな、びっくりするな、これはちょっとびっくりしましたね本当に。うんだし、全然もっと点低い可能性あったしね、たまたま計算ミスしてなかったんでよかったっすけど、結構無理くりを雑に計算したところとかあったんで、なんか計算量多かった気がする、この2016年は。本当にっていう計算が本当だったっていうような感じですね。ちょっとエグかったんで、まあそこのミスしてないよね、ミスしてなかったっていうのはめっちゃ良かったなと思うんですけど、全部の年度で本当に9割とか、まあ、満点とかやっぱり取れる実力がないとやっぱり本番でその点数は取れないんだなっていうのは思いましたね。多分やっぱうまくいっちゃっただけなんでしょうね、この前のまあまあのハイスコアみたいなのは。やっぱり8割とかをしっかり安定させれるように、まあまあ基礎的な部分をもっと詰めていかなきゃいけないなと思わされましたね。まあ、しかも共通テストはもっともっと厳しいので、まあ、なんなら数 2BC まであってもう一個増えるんでね、やらなきゃいけないのが。だしまあ題目の数だったりとか問題の形式とかも若干違ってくるので、より僕の体感としては共通テストの方が厳しいんですね。なんで多分マイナス10点15点ぐらいの感じで見ないといけないような気がしていて、共通テストはセンター試験の点数に対して、だから余裕で100点取れる人が多分90点から100点とか取れてみたいな、センターで100点余裕ぐらいの人が多分9割からまあそれこそ満点取れる感じで、多分8割ぐらいの点数で安定っていうところだと、多分共通テストだと下手したら60点台まで下がるかもしれないなっていうぐらい、体感ちょっと問題の特殊さだったりとか、あと数問題数だったりとかが厳しいと思うので、やっぱりこのセンターを通して、まあ、センターまずは余裕で9割とか、いや100点も取るときありますよぐらいになれると、ちょっとねそこら辺の基礎的な能力は安心かなっていうのは思うので、まあ、しっかりとこのまま頑張っていくしかないというところですね。やっぱりトントン拍子で上がんないもんですね。ね、80点台取れたから次は90点台だと思ったですけど、思ってましたけどね。やっぱりちゃんとその相性悪い問題だと点取れなくてっていう、で相性が悪い問題があるってことは実力不足でという感じでしたね。ちょっと引き続き、まあ他の科目だったりとかも、いろいろとやっていきたいなと思うので、楽しみにしてもらえればなと思います。それでは。